はい、こんにちは、ライトウェーバーです。ちょっとね、更新が滞ってたんですけども、というのは YouTube の動画がまた削除されたんですね。今までと違って今回はなんかペナルティということで、削除された日から1週間動画をアップできないっていう風な感じになったんですよ。でいつも毎週金曜日に動画公開するようにしてるんですけど、削除されたのが水曜日ぐらいだったんで、一周空いたような感じになってしまいました。で削除された動画っていうのがですね、以前削除されて不服申請をして再審査したら即復活したっていうのを報告する動画なんですよ。だからちょっとね、あの YouTube の悪口言ってるから、それでダメなのかなと思ったら、削除理由がですね、間違った医学情報に基づくものだっていうふうに書いてあるんですよ。それ前削除された時と同じなんですよね。で前削除された時はそれで復活してるわけじゃないですか。その時はだから内容も厚生労働省のホームページにあるデータ、ワクチンによる被害者数とか厚生労働省にホームページにあるんですよね。そういうデータとか、あるいは学術論文ですね、その辺を元にして、まあ、自分の考え伸びてるんですけれども、でそれがまあ前回は復活したのに今回は復活できなかったと。多分ね、理由は再審査の請求するときに前回は腹が立ったんで、こと細かく全部根拠あるぞと、医学的にで全部リンクをこうつけて、で再審査請求したんですよ。で今回はもうタイトルからして YouTube が謝罪して動画が復活しましたよっていうタイトルだから、で内容もねそういう内容なんで、もうめんどくさかったから理由を空欄のまま再審査請求したんですよね。そしたら再審査請求が却下されて、もう二度と請求できなくなりました。でその時に1週間のペナルティがついた、そういう話ですね。でね、間違った医学情報うんぬんっていうのは分かるんですよ。例えば陰謀論だとかそういうのをね広めるっていうのはプラットフォームとしては容認できないいう話は納得できるんですよね。だからそのこと自体は最初はボット AI でフィルタリングして引っかかって削除するっていうところだと思うんで、そこまではいいんですよ。でもその後再審査請求されたら、いちいちその理由も見なきゃなんない。理由見るのはまあええとして、ちゃんとその動画を確認してないっていうことだよね。動画を確認したらそこにちゃんとキャプションで URL 書いてあるし、概要欄にも URL 書いてあるわけですよ。リンクしてあるわけですよ。でそれがしかも厚生労働省ですよ。であとは学者の論文ですよ。で論文っていうのは公開されるまでに審査がありますから、一定以上、まあ、論文が 100% 正しいってわけではないですけども、一定水準の整合性は担保されてるわけですよね。 YouTube で偉そうに間違った医学情報を元にってほざいてるやつは医者かっていう、医者の研究者かっていう、なわけないですよね。ただ単に単語を洗って見てるだけで、でちゃんとした URL が例えば不服理由にちゃんと入ってればね、それを見て確認して、ああ正しいなっていう話になるんだろうけど、動画だけで確認はしてないっていうことなんですよね、ちゃんとね。でね、テレビではあんまりというかまずやんないですけど、今ワクチンに関しては結構国会でも取り上げられてるんですよ。だから無条件でワクチンが素晴らしいなんていう状況ではもうなくなってるんですよね。当たり前って言ったら当たり前なんで、だからいろんなことが起こりうるわけなんだけど、それを 100% 言っちゃダメだっていうのはやっぱりおかしいですよねっていう気がしますね。そんなことよりも YouTube としては
もっとまめに違法な広告とかそっち取り締まれよって思いますけどね。まあ YouTube 自体はまだそういう広告多くないんですけどね、まあ、一番多いのは Facebook ですから。そんなわけでちょっとペナルティで動画が更新できませんでしたというお話でした。それではまた、今日の話が面白いなと思ったらいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。さようなら。